い、どうも。ほら、あの人絶対社員さんやろ。は、ポリゴン。すごい。誰かビルに忍び込んだとロケット弾が騒いでる。君のことらしいね。そうなんですよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、やっていけるのか。やっていけるんだろうか。スペシャルアップ。あ、なんかここの噴水いいね。二つあるんや。一個だけかと思った。あ、こっち側にも座るところが。とかって会社案内をしている場合ではないのだけれど。これで上まで行くんかな。とりあえずまあ一回ずつか。そりゃあね。そりゃあそうですよね。多分至るところに、あ、やっぱりロケット団がいるんじゃないかなと思うんだけど、あ、なんかあれも敵か？あの研究員も敵か？そこの子供、うろうろするんじゃない。でもシルフカンパニーの人やとしたら味方やと思うんやけど。でもロケット団の方にも、おるよね。研究員みたいなの。お、ラッタ。もうなんかさっきのね、グリーンとの試合で自信がものすごくなくなったから、ものすごくなくなったから、いや、多分さ、なんか、あれやん。その辺のロケット団の下っ端ですら、やっぱ強いんやろうなーっていう。あー、もう全然ダメだわ。なんだこれ。なんだこれ、辛いぞ私。じゃ、ゴローンでいきます。あー、でもゴローン言うこと聞かんねよな。いや、しかししょうがない。おいで。おいで、ゴローン。ラッタレベル33か。33とかさ、もう何、ラッタ極めるつもりなのこの人。あ、やばいやばいやばい。何？前歯強。え、やめて。前歯強いから。え、だってレベル10差あるんよ。やばくない？ 10 の差でこんな？いや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 、前歯。ちょ、前歯やばいから。あー、でもこっちは一発、よかったつらい。多分、毎日毎日あの前歯をせっせっせっせと研ぎよんやろうね。お、リザードレベル28。ぐ、しくじった。いや、全然しくじってくれていいよ。ロケット団はシルフカンパニーと提携するのだ。本当に？本当に提携？あれじゃないの？ただ単に脅してるだけじゃなくて？あ、やっぱ敵なんすか。ここは立ち入り禁止だ。帰りなさい。敵なんだね。信じてたのに。はぐれ研究員の秀夫が勝負を仕掛けてきた。はぐれてるからダメだわ。てか、なんか微妙にさ、それ何？なんか微妙に、服汚れてない？お、エレブーとか。なんかもう非常に懐かしい気分だ。非常に懐かしい気分だわ。ちょ、ゴローンマジ体力ちょっとやばいんだけど。どうしよう。とりあえず今の状態で回復だけ先にしとこうか。じゃないと出した途端にやられそうよね。回復。あ、回復が、傷薬1個しかないやん。やば。じゃ、こんなんじゃ持たないよ。こんなんじゃ全く持たないっすよ。一応ゴローンに使ったけど。あ、リザードが、リザードが飛行タイプとかついてないのに。はい。まあ、単に今のはね、レベル差ですね。最軽、ゴローンちゃんと言うこと聞いてね。一発で言うことを聞いてくれたら望みはまだまだあるのよ。超お願い、耐えて。あー、耐えた、耐えた。よし、行け行け。超ギリギリな戦いを繰り広げている。ふぅ。一匹ですか、君。イーブイをレベル33に上がった。お、よかった。なかなか。メガネ割れたよ、大丈夫？そのメガネ高くないの？ビルの中は複雑だぞ。君に攻略できるかな？マジで絶対無理やん。迷子になるやん。迷子になるしかないやつやね。これ何？あ、え、なんか消えた！あ、そういう感じ？テレポーテーションするんすか？へえ、面白い。あ、どうも。あ、どうも、見えなかった。ここから先は行かせないぜ。どうもどうも、君はどんなポケモンを使うの ?2 匹持ってんのか。ゴース。ゴースね。
そうっすね。もうなんかね、エスパーがダメだったっていうのはちょっと思い知ったから、とりあえず、じゃあ不思議花で行きます。よし、花びらの前だ、花びらの前。全然大丈夫、全然耐えるから。イエーイイエーイ。ヘルシアン、このまま行きます。私ヘルシアンは何タイプ？悪？悪かな？ノーマル。やっぱ可愛いね。関東地方がいいよね、ペルシアンは。ちょっとアローラの方さ、顔でかいやん。顔がでかくってちょっとギャグ仕様みたいな感じになってしまっとるけん、やっぱ正統派ペルシアンがよろしいよね。あ、混乱している。大丈夫か？気合が足りんか。気合でどうにかなる？大丈夫？早く引き返さないと。仲間を呼ぶぜ。呼ばないでください。なんかこういうところのってさ、あ、そっか、床の模様か。なんか重要なところにワープしそうじゃない？あの人も敵？なんかここの社員さんっぽくない？ねえ、社員さんがなんかちょっとなんていうん、あ、階段で上がっていったら、とりあえずこれあれやろ。え、今のって同じ階でワープしていきよっただけ？どうなんやろ。とりあえず最上階を目指せばいいんじゃないかなって思うんやけど、違うんかな。ひたすら階段だけを登っていくやつ。え、誰？敵なの？超強そうなんやけど。おかしいな、子供が入ってくれるわけがないんだが。入ってこれたんすよ。それがね、あなたたちの味方がちょっと謀反を起こしたので。ジャグラン・テリーが勝負を仕掛けてきた。ジャグラー、なんなの？君はなぜここにいるの？ロケット団なの？どういう経緯であなたは入ったんでしょうか。花びらの舞。でも最上階に行けばいいだけやったら、延々とさ、階段を登ればいいだけっていうことになるよね。でも多分最上階に行ったところで効果抜群なんか。最上階に行ったところで、最上階で のテレポートが必要になってくるってことかな。よしよし。お、ピカチュウレベル31。そろそろね、このみんなが言うことを聞かないレベルになってきだすけどね。ちょ、早くジムバッジが欲しいです。山吹シティのジムにもまだ挑めんのかな。花びらの舞、いいぞいいぞ。あ、混乱した。ついに疲れ果てた。大丈夫？ちょ、耐えて耐えて。そのシャドーボールに耐えるんだ。うぅ、ギリギリ。お願いだから自分を攻撃しないでね。オッケー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 。あー、危ない。でもこれもうあれやね、入れ替えた方がいいね。じゃないと次もう一匹おるやろ、向こう。ユンゲラー入れ替えます。さあ、何でミュウで行きましょう。エスパー同士ではあるけれど、さあ行くんだ、ミュウ。かわいいかわいい。さあ、スピードスター。お、いいぞいいぞ。あと一発ぐらいで行けるんじゃない？あと1、2発ぐらい。ちょっと余裕を持たせてみた。いや、回復アイテムないのつらいな。いけい。はい、オッケー。ここまで上がってきてあれやけどね、一旦引き返した方がきっといい。こりゃいかん。ここまで来てまだモンスターボールか。スーパーボールぐらいくれよ。ここは5階、ビルは全部で11階。まだまだあるぜ。まだ中間地点ぐらいってことこれ。え、やば。そう、ということで、私は、一旦回復してきます。はい、回復してきました。回復して、また同じ場所まで戻ってきたんやけど、あ、ここで絵を見よる人とかは、何か相談、飛ぶ。飛ぶ。違うの。ん？なんかちょっと、最新部あたりに来てしまったんじゃない？この扉は何も関係ないの？どうも敵じゃないよね、あなた。
僕シルフカンパニーに社員です。おろおろ。あ、やっぱりそうだと思ったよね、なんとなく。なこの辺な、この辺な、開かんとことかいっぱいあるけんな。ああいうのは何で開くんやっけ。そのうち開くんかな、勝手に。ワープで入っていくってことか。違う。え、これただ単にこっからここに、絶対そうよね。ほら、すぐ近くやん。そんなことあります。で、ちょっとその前にさ、多分さっきのところにも社員さんがおったと思うよね。それがちょっと私は気になっている。はい、どうも。ほら、あの人絶対社員さんやろ。あ、ポリゴン、すごい。誰かビルに忍び込んだとロケット弾が騒いでる。君のことらしいね。そうなんですよ。何眺めてるの。ポリゴンだ、ポリゴン。ロケット弾はシェルフに強いポケモンを作らせるつもりみたいだ。ふぅ、僕が作ったポリゴンも取られちゃったらやだな。連れて逃げなきゃ。ポリゴンこんなでかいんやね。そしてあなたが作ったんや、すげえ。ん、これはロケット弾だけど、この先には行けないのか。ちょ、なんとか耐えてね、社員さん方。お前は、なんでしょう。あ、この人か。なるほど。アポロ様、誰ですか、その子。あれやんね、榊のとこにおった人や。めっちゃ普通に下っ端やと思った。あいな、誰なんだ、その人。あ、なに、グリーンとの対戦終わったの。愚かにも我々の邪魔をする優秀なお子様ですよ。だったら俺たちにとっては、あっちが邪魔者ってこと。まあそりゃあね。ちょっとあんた、アポロ様が邪魔者ですって、拗ねて泣かされたいの。落ち着きなさい。こういう輩にはこうやって思い知らせるのです。これは2対2なの、それとも1対1なの。あ、2対2だわ。なるほど。あ、でもそこはなんかアポロがじゃなくてロケットの幹部がってなるんよね。いけ、リザード。ちょ、君カラカラで行くんすか。え、そのカラカラって何、あの時のカラカラ。何、君のポケモンになったの。え、そういうこと、ずるくない。あ、でもレベル的には全然私のリザードよりいいけども。あー、ペットベターじゃなかった、ペットベトンは守られてるのね。ふう、自爆とか何やってんの。何やってんの。まあ、何もせずに経験値がもらえるのはいいけども、君たち一匹ずつポケモン。やとしたらさっきの自爆は、あ、なるほど、またドガスもいるのね。ほうほう。何、ベトベトンには攻撃加えれないの。ちゃんとしてよ。ちゃんとしてよ。ちょっと何、早く指示を出して。竜の怒り。あ、ちゃんと攻撃は加えれるのね。よかったよかった。こっちを狙ってくるのはやめてください。弱い方を狙ってくるのはやめてもらえますかね。いや、普通か。普通か。つら。骨ブーメラン。あ、なるほど、2回いけるんや。すげえ、かっこいいぞ、カラカラ。いいぞいいぞ。あ、効果抜群なんや。え、何が効果抜群。ノーマル。骨ブーメランって何技。何技なのね。はい、ゴローンでいきます。カラカラは何、地面やったっけ。岩か地面か、なんかそんな感じじゃなかったっけ。よし、行くぜ。岩のだれで2匹同時に攻撃。ゴローン、言うことをちゃんと聞いてね。ちゃんと聞いてね。火炎放射とか放つの。あー、カラカラー、かわいそうに。ちょっと知らんぷりとかしないでよ。今あなたの隣で仲間のカラカラがやられたのよ。お、ライチュウ、よきよき、かわいいぞ。かわいさ勝負ではないけど。このね、男のシゲルの方がかわいいポケモンを使ってくるというカラカラにライチュウよ。どうなん。あ、向こう2匹3匹持っとんや。マジで？ちょっと持ちすぎやろ。
全部で5匹寄るってことやろ。やめてよ。やめてよ。しかも向こうなんかさ、身を守るの多くない？はぁ、ふざけんなし。くっ。自分の身だけ守って。ラッタは全然守ってあげないっていう。どうなん、ちょっと下っ端を守りなさいよ。お、よき。あ、これでもう、あれやん。女の人側のポケモンは全部おらんくなったわけやねん。お、不思議花レベル40。いいぞ。あ、でもレベル40ってことはもう言うことを聞かなくなったのかな。もしかするとそうかな。ゴローン。ゴローンしっかり。あー、ライチュー。シゲル、君は何匹ポケモンを持ってるんだ？大丈夫なのか？え、いけるんだろうね。私のポケモンだけにならないだろうね。おー、すごい傷薬、さすが。じゃあ私に分け与えてくれてもよろしくってよ。てかね、ここに今おるんやったらね、この後戦闘終わった後回復してくれてもいいんだけどな。いいんだけどな。あれ、さっき雷パンチ当たらんかった？また身を守ったの？あ、言うこと聞かんかったんかな、もしかして。しっかりしてよ。あ、もうこれ以上強化しなくていいです。あ、待って、二人とも雷パンチ、まさかの。あー、しかし全然ダメだ。ちょ、ライチュウの体力が危ういんだって。やばいんだって。ちょっと頑張って、ゴローン、しっかり。そしてまたしても、あー、雷パンチはあまり効かないということが今分かってしまった。あー、ライチュー、言うこと聞け。あ、なるほど、次、ピジョット、いいね、かっこいいね。じゃあ、さっきので、分かってしまったから、岩のだれに切り替えていこうと思います。多分、岩のだれの方がいいはず。そんなに身を守ってどうするの？相手、あれだよね、まだこのマタドガス合わせて2匹おるんよね。岩の、あーこれはただただ、技の、PP が消費されただけっていう。つらいつらいつらい。お、あ、いいぞいいぞ。やった、しかもひるませれるんや。さすがピジョット。よし、あと一発なんか当てたら多分いける。雷パンチとかにしとこう。あ、間違えた。今ラッタの方にしてしまったけど、多分おる方に行くよね。行くよね。さあ、最後のポケモンは何でしょう。お、ゴローンレベル44。どんどん言うことを聞かなくなっていく。ゴローンのわがまま度が上がっていく。そりゃね、今何も出てないから。お、これこそ雷パンチで行くやつじゃないか。よし、行くぜ行くぜ。あ、間違えた。ラッタの方にしたけど、え、いけるやろ、いけるやろ、きっと。じゃ、こっちに攻撃しないでよ。しかも言うこと聞いて、ちゃんと。まあね、ラッタを攻撃しろって言われても、ちょ、困ると思うけど、そこはちょっと起点を聞かせていただいて。エアスラッシュって技名かっこいいよね。これで、あと雷パンチでとどめやろ。いや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 。いや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 、ちょ、君の見せ場よ。頑張って。そこちょっと頑張ろう。このあと1匹で終わりやけんさ。ほら、ピジョットにいいとこ全部持ってかれるよ。あ、もうほら、もう完璧にとどめだけになってからやるっていう、このずる賢さ。最悪か。よしよしよし、やったね。くぅ、またしてもな、強いでしょう、そのアポロ様とかいうやつより。この間勝ったのはまぐれではなかったと。よくわかりました。お前たちにはもっと気をつけることにしましょう。すごい丁寧な喋り方なのにお前っていうね。どいてよ。なんだ、当たり散らすなよ。言って。怒ってる怒ってる。あ、あの下っ端こんなの落としたぜ。何？カードキー？おー。アイナはシゲルからカードキーを受け取った。間抜けなことをしていくね。
で、シゲルはこれからどうすんの？シルフを助けるまでちょっと借りておこうぜ。これでこの辺入れるわけだね。でもあれ多分敵だよ。ピンポーン、カードキーでロックを外した。良きかな、良きかな。しかし速攻で見つかっていく。このフロアはモンスターボールの研究セクションだ。そうなんですか。ちょ、なんか、新しくポケモンでももらえませんかね。はぐれ研究員の和幸。みんなはぐれすぎじゃない？大丈夫？はぐれたみんなで集まればいいんじゃないかな。あれ？リザード復活してる。あ、マジで？体力全開してくれたってこと？え、嬉しい。あ、やったね。ってことでゴローンでいきます。え、めっちゃ嬉しい。それは何？シゲルがやってくれたってこと？あ、よかった。この後体力回復しに行こうかなって思いよったんよね。またここまで戻ってくるんかって思ったけど。よかったよかった。ってことは技も全開。ナイスナイスちょ、小さくならないで、君結構なデカさでしょ。いけ、岩の誰。く、一発でいけるかと思ったけど、一発は無理だ。あ、やめて、冷凍パンチとか効くやろ。あ、効かん？氷は効かんのか。なるほどね。水じゃないとダメなんやね。く、やめてよ。ちゃんと言うことを聞いてよ。岩雪崩。オッケー。一匹だけやろ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。リザードのレベルが早く上がっていただきたいです。ちくしょう。子供にやられて悔しい？ここでは伝説のポケモンさえ、ん？ポケモンさえ取れる究極のモンスターボールを研究してたのだ。あ、そういうこと、なるほどね。あ、じゃあ何、マスターボールとかをってことかな。ください。マスターボールください。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これはあれかな？今、ちょうど中間地点やけん、ちょっとしたストーリー的なものが絡んできたってことかな。カードキーもゲットできたし、多分、いかんといかん場所はカードキーが必要になってくるんだろう。